風が吹けば桶屋が儲かる。つまりある出来事が巡り巡って意外なところで儲かる人が現れるという例え。そこで身近なニュースを切り口に誰が儲かるかを自由な発想で考える風よけ式起業家の教室。さあということで、はい、早速今日のテーマはこちら。はい、食卓ピンチ。食卓、はい、納豆とお米が値上がりする、はい、そうなんですね。今北米産大豆の価格が高騰してます、はい、そのため外国産大豆を使った一部の納豆が値上げされます。納豆は外国産なんですね。はい、またお米の価格も2017年度産が値上げされます、はい、ではここから考えられる儲かるビジネスは何でしょう。はい、はい、松本さん。私はパン屋さんとモーニングカフェが儲かると思います。モーニングカフェ。カフェ、はい、パン屋さんと。そう、なぜかというと、うん、やっぱり納豆とお米というとやっぱり朝ごはんのイメージが私はあるんですよ。あ、なるほど。でやっぱり納豆は朝とか食べるからその分やっぱりパンに変わる人も多いんじゃないかなって思うのと、うん、あとは家でご飯を炊くとかじゃなくてもう通勤前にちょっと早く出て、うん、まあ、カフェでモーニングセットを食べたりする人が増えるんじゃないかなと思うので。なるほど、こっちがないからこっちを、ね、行くと米がないからパンに行く、うん、なるほど。まあ、経済の理論でいくと、はい、そういったこっちがないからこっちがあるって確かにあるんで、ただ全体で見た場合にはどうするかなと。風よけ視点で考えよう。納豆がどんどん値上がりしてますと、はい、外国のその食べ物がどんどん値上がりしてます、はい、基本にあるのは何かというと世界の人口が今何名かな、70億ぐらい で、ちょっと前66億人。そうすると人口が増えるのでどん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 その物が食べ物がこう値上がりしていくっていう、いわゆるインフレの時代に起こってきます、はい、で経済っていうのは必ずインフレが起こって経済が活性されます、はい、林オーナーは常に未来のリスクを見ています。納豆やお米に限らず基本的な食料の価格が急激に上がったらそれはインフレが来る前兆かもしれない。そして不幸にもそうなった時はどんな条件でも利益を出すプロの投資家の行動が注目されるだろうと考えているんです。今世界で3番目のお金持ちって言われているのがウォーレン・バフェットさんっていう人で、はい、この人は投資家でお金をこう運用する人、こういう人たちが住んで、こういう人たちはお米が上がる、納豆が上がる、牛肉が上がる、こういったものの価値が上がると、はい、先読みして売っとこうと。まあ、ただ答えは一つだけじゃないので、はい、柔らかい頭で頑張っていきましょう、頑張ります、はい。